エンジョイパチンコライフ。ニューパレス、ニューパレス、ニューパレス。どうも。こんばんは、アジフリです、現在の時刻が7時ですね。午後4時から、実演させていただきまして、先ほども実演の方が、終了いたしております。まあ作戦会議の結果を踏まえた結果ですね、とりあえず今日の作戦、今日の作戦に関しましてノープランですね。全くもってのノープランです。はい、なんで、まあ、そのノープランでどういう台を打ってどう楽しんだのかっていうのをぜひ見ていただければと思います。では、よろしくお願いします。はい、相変わらずムカつく顔してますね。はい、というわけで、自転機種選んでいきたいと思います。一応ね、作戦会議かっこ笑いですね。かっこ笑いです、怒られるか。で、アガツァ機種は絆、あとゴッドシリーズ、ノーマルタイプと、まあラインナップ的にはほぼ全部じゃねえかっていうね感じなんですけど、絆は分かんねえな。で、今、まあ、そもそも時刻がもう夕方の4時なんで、この時間からじゃあ良さげなね絆とかが打てるかって言われたら僕難しいと思うんでね、絆は今日は打ちません。空いてるのは空いてるだけで怖いし。で、あ、空いてる。一応今僕がゴリゴリ打ってるのはこいつですね、北斗翔。北斗翔を打とう。もうだから今日、作戦は特にないですね。もう僕の好きな機種を堪能するっていう感じですかね。今日ジャグラー立ち上がり早くないっす？まだ4時ぐらいでビッグ20、バケ17、23の11、あれだね、ビッグプロだな。うん、本当はねこのコーナー朝一から打ちたいんだよな。うん、ガチでこのお店で打つんだったらもう朝からジャグラーです。はい、ということで今日の1台目は北斗ショーで行かせていただきます。はい、ということで本日の1台目、まあ多分動かないと思いますけど、北斗ショーで、実演します。まあいろいろありますけど僕はもう伝承ですね。これが朝一からとかだったらね、まだ機種選択はいろいろ考えれたんですけど、まあ夕方からっていうのもあって、あとまあ、ここ最近僕スロットのお時間の後編、まあ要は作戦会議編ですね、まあ僕が関東にいないもんで全然参加できてなかったんですけど、一応今回僕が実戦ということで作戦会議編を見てみたら思いのほか作戦になってねと。でそのツイッターとかで作戦ないけどどうしようという話をしたら、好きな機種を目いっぱい楽しそうに打ってるのでいいんじゃないですかっていうのがあったんで、あ、もうそれに便乗させてもらおうかなっていう感じですね。でこの北斗翔は、まあ、導入されて2ヶ月3ヶ月ぐらい出しましたけど、なんだかんだ結構打ってます。すごく面白いですね。4段階設定で上と下の判別が結構しやすい機種だと僕は思ってるんで、打てる機会が非常に多いです。で各モード、まあ、長所短所いろいろありますけど、この伝承モードの良さはもう演出何も起こってない時は基本外れです。だから何にも気にせずどこからフリーをしても OK で、エースが発生したら公約以上だから、エースが発生して外れたら当たりで、エースなしで公約が揃っても当たりで、この伝承モードは他のモードと違って、まあ、例えば同じようなモードで言えばジャギ、レア役の時だけ演出出ますよっていうモードがあるんですけど、ジャギの時は停止時のアターってやつ、まあ、あれでチェリーないしスイカとかがあって、
油断して振り打ちするとこぼしちゃうんですけど、伝承に関してはそれがまあほぼない。でも北斗翔の動画うちでも何本か上がってますけど、みんなジャギなんだよな。まあジャギの方が当たってるか当たってないけど判別はしやすいけど、間が持たないんだよなあれ。面白いは面白いけど、いろいろ考えてたどり着いたのがもう僕この伝承なんですよね。で、まあ今日はそこまでストイックに打たないんですけど、もうガッチガチ、もうその子役も全部いい感じに取る場合は、チェリー成立し、まあ、角にビターすれば中段チェリーでも4枚で取れる。あとは基本やっぱりその当たってる時っていうのはエースが絡むんで、エース発生時は青七を下段ビター、まあこれで青頭のボーナスを早く察知するみたいな打ち方をしたら効率は悪いですけど、まあ俗に言う割は上がりますね。例えば青7が止まって左チェリーが止まったら青頭同時当選のチェリー重複でスイカまで滑ってきた場合は分かんないですけど、まあ、この北斗賞のボーナス当選のメインケーキは強チェリー中段チェリーなんで、青頭のチェリーボーナスがいち早く見抜ける。だから僕は演出発生時基本弱めの演出の時、何もオーラをまとってなくてスチャって立つやつの時は逆押し北斗狙い、まあ北斗じゃなくてもいいんですけど、でオーラをまとってる演出の時は中押しっていう感じで打ち分けてます。お、ちょっとチャンスで、フラグサッチはここに下段、あ、当たった。これで赤頭です。いいやん。ジャクソイカ、いや引かれてもっと引けるやん。うわ最悪。ビッグ5のトロフィーが出たら2以上ですけど、この枚数で終わったら初めてですね。いやー何の話しようかな。あとツイッターでいただいたのは、まあこのまあ、例えばこの店に限らず、まあ、例えば収録を見に行くときに、まあ、見に行くだけじゃなくて実践がしたいという人向けに、なんか何を打ったらいいですかみたいなすごいふわっとした質問が来たんですけど、例えば閉店くんの収録を見に行くってなったら、やっぱその特に人気の方々はやっぱその人がどういう棋士のイメージがあるかとか、多分平定君だったらジャグラー、まあ、あとは最近だとゴッドばっか打ってるイメージあるからゴッドとかっていうところを狙う。あとはその、まあ、その人に限らずそのホールさんで過去やってる動画を見てみて、
まあ、演者さんが喋ってる内容だったりそういうのを見て実践決勝を選んでみる。もうその2つかなっていう感じですよね。まあ当たり前の話なんですけど。ああ、手どうしたんですか。あ、いい大丈夫っす。じゃあカロリー高めのやつ、スペシャルゲスト。ただ多分ですよ、まさかのすっぴんだと思います。あれ目に力がなかったから多分すっぴんですね。ある意味、まあ、ここでいろんなプレミアの画像を出すよりもレアな映像は撮れたと思います。奈々子さんのすっぴん、 ありがとうございます。しかも高いやつだ。じゃあ、奈々子さんからいただきました。よし、これで頑張れるぜ。ちょっと後でいただこう。これでなんかもうガッチガチに立ち回り出したらすごい面白いのにな。お、初25。おう、当たった。これで赤頭確定。赤化け、飲まれる前に当たりましたね。はい、なんか伝承らしい当たり方しないかな。なんか演出なしでベルが揃ってここがカウントアップするとか。いやー、すげえ遊べてるな本当に。スロットは北斗翔以外にもあと偽物語あって、どっちもまあ高設定だとしっかり出るし、低設定機でもその目押しさえ頑張ればすごい甘い機種なんでね。その打ちたいがどうしても打ちたくてお店に来たけどどうしようかなっていう方とかにはすごいおすすめですね。その AT、LT ともちろん違ってなんか天井があったりゾーンがあったりモードがあったりとかそういう難しい概念一切ないんで、でやめ時も自由。しかもその上甘いときたもんだ。ただまあ設置台数の兼ね合いで、あくまでもその僕の個人的な見解ですけど、設定状況がいいのはこっちのショーですね、偽よりも。そうだ、今日特別今打ちながら設定推測はそこまでしてないですけど、まあ、一応その設定推測のお話ちょろっとしておきましょうか。まあもう導入されて結構なってるんでもう知ってる方のが多いと思いますけど、北斗翔はまあノーマルタイプなんで当然設定がいいにつれていっぱい当たると。で夕方から打つときとかはもう単純にボーナスついてる台、まあ、それを狙えばいいかなっていう感じですね。で朝から打つ場合の、まあ、設定推測ポイントとしてはもう僕一番は子役に重きを置いてます。ベル角ですね。特に設定差のある子役はベル、弱水か強水か強チェリー、まあ中段チェリーと。だから劣化はあくまでおまけとしてもうベルメイン、理想は7分の1を切るペースでベルを引く台ですね。まあ、あと確定要素はビッグ5のトロフィー、あとレギュラー中のキャラもう引かんで2以上、ジャギで5、6、アミバで六角、
今日みたいにこのバラエティで1体しかないっていうところでは難しいですけど、あの複数の島で設置されているときは周りの台の音ですね、音をしっかり聞くようにした方がいいです。あのビッグ終了後のトロフィーもあのパキーンみたいないつもと違う音になるんで、それが出る。あとは、まあ、モヒカンとかアミバジャギーとかだったらね、その音声でわかるじゃないですか。であとビッグ入賞時はこの大枠を見る、白だったら単独当選確定なんで、まあ、できれば何のビッグを引いてるか確認してあげると。結構周りの台も含めて設定推測しやすい台だと思ってます。あー、ご無沙汰します。なんか最近衣装おとなしくないですか。なんかこうもっと祭り感があった。あ、出しましょう出しましょう。ありがとうございます。相変わらずお元気で。なんかそう衣装ちょっとおとなしくなっちゃったなっていうのはね感じてました。久々に来たチャンス。じゃあ青七を押そう。うん、うん。で、目押しが正確だったらもうこれ青頭のボーナス蹴られてます。だから次は赤を狙ってあげると。おっ、熱い。よし、でこれが早いボーナスタッチの仕方ですよね。はい、おお、ビッグやった、やったっすね。もう出玉飲まれて追加倒しはしてますけど。よし、今度は引くぞ特殊役。よし、パキャーン。いやー、ほんとこれ楽しいわ。今枚数的にはほんのちょっと負けてるってぐらいですね。あー、見えない。おお、今日初強水化期待度 50%。 おお、あっちよし、はい、よし、まかった、とりあえず。こう強制から 50% とかがすんなり刺さってくれるとメンタル的に楽。すごいな、ビッグ3回引いて偶数した奇数したが両方4回ずつっていう。どっち使わす。ちなみにビッグ中はあの中段チェリーで止まればグースほど出やすい、ハードで止まったらキスほど出やすいってやつですね。で、最初に特殊役を取りに行くときスイカ狙うじゃないですか。中段で中段ラインでスイカが揃えば内部的にはそのグースで出やすいチェリーと同時で、斜めに揃った場合は奇数と同じ。でもポン君が言ってたけど最近確かに動画で僕祭りやでって言ってないな。昔はよく ATK、LTK とか触っていっぱい乗ったりとかしたら祭りやでとかドヤ顔で言ってたんですけど、
なんかもうここ最近動画撮影でノーマル打つことが多くなっちゃったから、あんまり言う機会がないです。だからそれを聞きたいって言ってね、ゴッドシリーズだったり作戦消してピックアップしてくれてましたけど、あんまり期待してなかったんですけどね。よし、今日弱水感本当頑張ってんな。よしよしよし、逆転できるぞ。デレレレーン、あと1回ビッグ。ああ、4個目セベラスってことですか。そうっすね。ああ、わかんねえ。ただ40、強水化の時40結構出やすいですよ。あくまで体感ですけど。ストライーク、スペシャルテンパイオンになったんで、ビッカクス。あ、ジャクだ。弱スイカを無理やり強スイカに見せる打法、見せること、あの青ななび倒しして4個目滑らせる。攻略法じゃないですか。弱スイカを強スイカのフラグにしちゃう。捕まる捕まる、それができたら割り 130% 以上になりますよ。でもこれで今でトントンぐらいかな、ひょっとしたらちょっとプラス。よし、切りがいいんでこの辺りで実戦終了しましょうかね。はい、まあほぼトントンの勝負ができただけ御の字でしょう。いやー本当に楽しい時間でございました。というわけで流していきます。いや、ハッピー半端ねえな。はい、ありがとうございます。というわけで結果507枚です。まあまあ本当にちょい負けです。はい、それでは一応最後に店内ぐるっと回ってみたいと思います。小松先生のオラ知らなんだ。ファンキージャグラー編、ジャグラーの紹介ってことですか。
小松先生さっき言ったよ。小松先生さっき言ったよ。多分あいた小松先生だ。そりゃジャグラーの島見ますわな。 YouTube とかで流れてるのかもしんないっすね。どんなこと話してんだろう小松先生。聞いてみましょうか。小松先生はあれ何喋ってるんですか。うんちく、はい、オカルト的なやつですか。あーなるほどなるほど。じゃあもう小松先生を信じるかはあなた次第っていう番組ですかね。信じなくても大丈夫って言われてた。まあちょっと打ち方が気になるから見てみたいな。あれあのチェリーをローテーションで狙えてると思いきや途中いきなり赤七の狙ってるところがズバンってくるみたいな。どうしたっていう。はい、ちょっと気になる方はぜひ小松先生のオラ知らなんだ、見てみてください。ゴッドの音がする。2万ぐらいで譲ってくんねえかな。ああ、ゴッド打っとけばよかったのかな。ゴッド元気ですね。一応作戦会議に上がってたハーネスとゴッドは元気。ちょっと絆わかんないかなっていう感じですね。で、うん、良さジャグは相手ない。もう稼働のマイジャグとかも回ってるゲーム数と出玉、まあ、積んでる出玉見る感じだと人は変わってないと思います。ジャグラーガールズもこの23の21とかすげえいいですよ。で前日の回数すげえ中途半端、3の3回とかで、その隣に前日ゼロがあるけどそっちじゃないんですよね。で角のマイジャグもこの中だと、この1列の中だとワースト2の台ですね。そのビッグの回数的にはとりあえず朝からジャグラー打つんだったらそれだけで狙えるんじゃないですか。まだ分かんないけどやってみないと。はい、実演終了いたしました。前回の、作戦会議を踏まえた結果ですね、まあ、作戦はねえということで、もうとりあえず僕の好きな台、今すごい打ってるよっていう台を、まあもう時間いっぱいしこ玉打たせていただきました。まあ、北斗翔ですね。まあ、結果としてはほんのちょっとの負けだったんですけど、今シーズン、まあそんなに実戦はしてないですけど、今シーズンの実戦の中だったら僕一番今日は楽しかったです。どれだけこの楽しかったっていうのが伝わってるかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあ本当にまだ時間があるんだったらまだ全然打ってたいっていうぐらい、はい、楽しませていただきました。まああとそうですね、今日あんまりねちゃんと作戦もプランもなかったんで、あんまりこうバシッとしたトークができてないですね。本当はねこのシャツのことについても触れようと思ったんですよ。バーモンドからいつも来てるじゃないですか。実はこれ2着目です。はい、なんで2着目かっていうと、あのこの間あの服を買いに行って、あのよくあるじゃないですか、ユーズドのところでシャツをこうパッパッパッと着てたらバーモンドカラーってあって、即買いですよね。マストバイです。はい、で襟元ももう綺麗になって、はい、もうバーモンドカラーとかいいかなと思ったんですけど、もう見つけちゃったら買うしかないじゃないですか。はい、というわけで新調してきて、してきたんです本当は。そうだ、それ言おうと思って忘れてた。まあ、別にどうでもいい話なんですけどね。はい、ということで、まあ、実践的にはすごいね、まあ、ずっと連勝でやってたんで、まあ、単調な動画になってるかもしれませんけれども、何度も言いますけれども僕はめっちゃ楽しめました。はい、でもし北斗賞打ってみたいなっていう方、あともし分からないことがあったら何でも聞いてください。はい、大体のことは多分答えれます。はい、ということで、スロットのお時間第4シーズンジェフリーでした。ありがとうございました。ニューパレス、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 ニューパ